はい、どうも、パチオです。ですね、道の駅に来てるんだけど、道の駅なんだっけな。結構適当に来てね、あった。道の駅どんぐりの里稲部というところに来てます。実はね、新城で、長篠の設楽ヶ原の戦いのところをいろいろ回った帰りに寄ってんですけど、適当に寄ってみたら、だいたいそれにゆかりのあるようなところに来れたんで、もう一個動画を上げようかなっていう、そんな感じです。で、今日ね、いろいろ買ったんすよ。まあ、前にも上げたかもしれんけど、食い合わせの悪い、グルメになります。はい。はい、これ。五平餅です。五平餅なんですけど、なんか地元のお米を使ってるってのと、くるみが入ってるのが特徴、くるみ五平餅らしいです。500円はどうかなと思うんだけど、やっぱね、最近ね、僕も味噌があんまり好きじゃなかったんだけど、その年いくに従って味噌が食べれるようになってきましたね。まあ、五平餅もね、食ったことなかったんだけどね、この年ぐらいになるまで。まあ、今は食べれるということで。いや、やっぱね、米焼いて味噌が入ってるっていうね、それでね、くるみ感あんまりねえんだけどな。あ、まあ、でもくるみっぽい粒が入っとるで、それなんだろうな。味噌とくるみが一緒になったようなやつを塗りたくって焼いてるみたいな、そんな感じですかね。ここら辺の道の駅ね、愛知県も岐阜県も長野県もなんだけど、だいたい行けば五平餅あります。五平餅ないとこが珍しいぐらいのね。なんで今後の動画でもね、五平餅結構出てくるかもしれないですね。まあ、こっから先食べるのもね、食い合わせも悪いし、時間も押してますけど、これ昼飯なんですよね。ちなみに3時です今。うめえはうめえよ。わかってるよ。結構この道の駅はね、食べるもんがいっぱい売っててね。で、まあ、車はね、結構ひっきりなしなんだよね。非常事態宣言どこ行ったんだっていう話はあるんだけど。実はさっき、別の道の駅に立ち寄ったらね、ここなんかよりもね、相当混んでてね、もう本当に、もう3密もええとこだったからね、秒で立ち去ったんだけど。な、ここはまだマシだったっていうのと、屋外の屋台だでね。まあ、なんとかなるでしょう、みたいな。はい、次。フランクです。フランクなんだけど、カップに入ってる、この食べ比べセットというやつを買いました。って言ってもね、
あのこれ1本120、まあ500円だったんですけど、4本入ってて500円ってことは、これ1本125円だからね、高っっていう、そんな感じはあるっす。これ多分普通のフランクだな。でね、次のやつもね、あ、これ辛いな。チョリソーとかあったから、そういうやつかもしれん。で、次のやつもそうなんだけど、ひょっとしたら豚亀さんなのかね。豚にちなんだものですね。これもまあね、フランクフルトってことは基本的にね、豚だろうし。これ、ハーブですね。辛いもんそこそこ好きな俺だけど、チョリソー辛すぎへんかって思うぐらい辛いな。まあ、あの大きさだから全然いいんだけど。ハーブ、僕ハーブ系あんまり好きじゃないんだけど、これは美味しかったね。これベーシックなやつかな。多分ね、これベーシックなやつとね、味噌味のやつとあるはずなんだけど、ちょっとね、味の比べがわからん。なんか味噌っぽくもあるけどな。もうちょっと味噌味噌してていい気がする。さっきのやつがね、多分味噌が練り込まれてるんだと思う。ただね、なんか風味しかしないから、もうちょっと味噌味噌した味噌の味がしてていいんじゃねえかなっていう。へが出た。で、これが標準のフランクだね。美味しいね。当たり前だわ。おいよ。で、残り一つ。あ、あったけえな。まだあったけえな。これ買ってからだいぶ経ってんだけどな。これです。ジャンボ豚まんです。まあ、ジャンボって言うほどジャンボではないけど、普通の肉まんとかより、コンビニで買うレベルの肉まんよりは大きいからジャンボっていう扱いでいっか、ぐらいの大きさです。まあ値段的にはね、300円ぐらいなんで。まあお手頃かな。こういうとこで食べるにはね。まあ豚に力入れてんのかね。なんか肉肉しくて美味しい。まあこの手のやつはね、そんな肉まんって何が入、豚じゃないよね。何が入ってんだろう。鶏とか牛とかのひき肉になるのかな。まあこれは豚が入ってるわけなんですけど、まあ豚感がするのは、あっさりしてるのが豚っぽいのかな。これは美味しいっすね。
すげえ顔して食ってた今。飯としての食い合わせは最悪だけど、これはうまかったっすね。当たり当たり。まあまっすぐ帰るべって思ってたんだけどね、来れてよかった。あ、これは普通のセブンイレブンのお茶です。何の名産でもないですよ。100円の麦茶ね。まあ僕は基本的にこのね、健康のために麦茶を常に飲んでるんで。うめ。さて、ちょっと行きたいとこができたんでね。行きたいとこね、ここの道の駅のすぐ近くなんですよ。まあちょっと山登らなきゃいけないけど、まあね、これ翌日になるのかね。うん、そこにすぐそこにお城があるんですよ。まあいつかあげると思うんで、お楽しみにっていうか、楽しみにしてる人いないかもしれないけどね。じゃあ終わりにします。以上、パチョでした。バイバイ。